どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ジャカルタのスカルノハット空港に行って、今からですね、プラザプレミアムラウンジというところに行きます。ここは、ANA の下ラウンジにもなっておりまして、ANA エコノミークラスを利用している時でもね、ANA の SFC などのステータスを持っていればね、利用できる感じとなっております。それではね、行ってみましょう。Thank you. Thank you. ではね、ラウンジ入ることができました。中はね、こんな感じとなっております。あ、思ったより広いですね。広い。ラウンジ着きました。ちょっと飲み物だけね、いただきたいと思います。これ見たことあります？ちょっと何か分からず撮ってみたんですけど、飲んでみたいと思います。SRO、 なんだかわかんないですけど、すごい変わった味がしますね。何なんでしょうか。飲んでもよくわかんないですね。あと30分ぐらいで搭乗なんで、まあ、ここでゆっくり待ちながらね、搭乗時間までね、待ちたいと思います。プラザプレミアムラウンジはね、こんな感じで奥にも席があって、まあそんなに混み合ってる感じじゃなかったんですけども、奥だとねさらに空いてますんで、よかったらこちらを利用してみてはいかがでしょうか。じゃあもうシャワールームの目の前で本当に一番奥となっておりますね。せっかくなんでいただきます。美味しいです。
なんていう名前の料理なんでしょうか。いつもわからない中かって申し訳ないんですけども、わかる人教えてください。このつくねみたいなやつもすごい美味しいです。実はこの前にですね、ガルーダ航空のビジネスラウンジもね、そちらも動画にするん、上げてるかこれから上がるかちょっとわからないですけども、そちらでもね麺類いただいたんですね。トムヤムヌードルとか、正直私はこっちの方が好みですね。そっちも美味しいんですけどね、こっちの方が日本人好みな気がします。うん、美味しい。このつけ煮みたいなやつもね、4つも入って、正直お腹いっぱいになりそうですね、これで。一応ね、この後フライトを控えてるんで、おそらくどっかで機内食が出ると思うんですけども、気合で食べるしかないですね。うん、すごく美味しいです。さっきね、飲み物だけでゆっくりしてようかなと思ったんですけども、まさかねこういう麺類がいただけると思わなくて、私麺類大好きなので、ちょっとね誘惑に負けて頼んでしまいました。うん、でもこれは頼んで大正解ですね。すごく美味しい。あっという間に完食してしまいました。それではね、もうそろそろもう搭乗時間になると思いますんで、まあお手洗い等々済ませてね行きたいと思います。ではね、プラザプレミアムラウンジ出ました。今回は ANA の指定ラウンジということで利用させていただきました。ここもねシャワーもあって、食べ物もありますんで、ちょっとアルコールはね有料かどうかちょっと分かんなかったんですけども、ちょっとねもしどうしても無料がいいっていう方はガルーダ空港のラウンジに行かれるといいと思います。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。あ、このラウンジは残念ながら喫煙所はありません。私、Twitter とブログもやっておりますんでね、そちらもチェックしていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。